ちは。こんにちは。今日はですね、こちらの盆栽ちょっと見てください。はい、すごい大きい木になっておりますが、白鳥毛ですね。まあ似たようなのだったら高彫刻古彫儀がありますけども、うん、まあ、要は大元となるような、樹種ですね。何でか、ここに、はい、お花が咲いてます。はい、白い。本来はもう少し早い時期に咲くんですけど、まあ徐々に長いスパンで咲いていく木なので、今も2輪残っているっていうような感じです。はい、で、今回はですね、この木をちょっとどうにかできないかなっていう形で、当時に来たので、今回はちょっとこれをどうにかもう少し見えるような感じにしていきたいなというふうに考えております。はい、これはここに多分樹木があったんですね。そうですね、この木はここに樹木があって、おそらくネツラ、ネツラだ、繋がってるかもしれない。はい、ここのですが、ちょっと開けてみないとわからないというところで、これを発掘的な感じで、やっていければなというふうに思ってます。はい、でもし可能ならもう少し寄せて、寄せ植えにしたい、行きたいなと思ってますし、ネツラなのであればこのまましっかりちょっと正面を変えて植え替えしていきたいなと思っております。はい、今回は神田さんが大変花粉症なので、すいません、喋り方やくしゃみ、はい、お楽しみください。ちょっとここに甘味してる、はい、ということで本日もよろしくお願いします。お願いします。でこの木ちょっとざっと見ていきましょう。幹見ると相当あの年数経ってるなっていうのは分かりますね。うん、ちょっとくすんだところもありますけども、それかあの荒れ方見ても結構あの年数が経っていそうな幹肌をしております。樹木がこれだけ太いので相当大きかったんだろうなっていうのは想像できますし、ここら辺にヒコバエが生えております。ちょっとヒコバエっていうのはちょっと、本来の株の下からいっぱい生えてきちゃった、いや子供たちのようなものなんですね。それをヒコバエっていうんですけども、基本的には盆栽でいうとこのヒコバエは全部取りましょうっていうふうに言ってます。うん、なんで取るかと言いますと、この木の生存競争的な話でいうと子供の方に力がどうしても行ってしまうんですね、若い枝に。なので親の太いのがどん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 勢力が弱まってしまう関係で、こういうちびっちゃいの生えてきたらどん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 切りましょうっていうのは言うんですけども、おそらくこの親木が枯れたことによって、よりこいつらが元気になってきたのかなっていうふうな印象です。もちろんこっちの方を見てみますと、まだ生きてるような下からもどん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 生えてきておりますので、この辺はどんどん取っていかないといけないですね。なるべくもう手で取れるうちはもう手で取っちゃう風にしてあげましょう。これが生えてるのは親木が枯れたから伸ばしているのかなっていう印象です。うん、なのでこれが生えてきたから親木が枯れたわけではないんじゃないかな。はあ、だからちょっとその辺の真相は分かりませんけども、うん、こっちの今生きてる方はこんだけ手入れが行われているので、おそらく意図して伸ばしている途中だと思います。はい、これあれここで分かれたらいいですね。そうなので今回はちょっとこの辺で、ズバッといければなというふうには思ってるんですけど、ちょっと探ってみないといけないところがあるので、なるほど、そこは今回の課題、一番の課題かなと思ってます。はい、ズバッと分かれたこの木なんですが、この辺から見ていただくとこれでも寄せ植えというか、うん、のような形になってます。5本で、はい、で木がですね結構離れているので、まあ、寄せ植えっぽいんですけど、うん、こういうネツラだったら、まあ、なおいいのかなと思いますけども、ネツラだったらデメリットとしてこれが寄せられない可能性がありますね。はいはい、もう少し気持ち寄せたいんですけど、なのでその辺は探り探りやっていこうかなというふうに思いますので、まずは解体ですね。はい、木の解体をしていこうと思います。こういうのもね枯れちゃってるから安く買えるわけじゃないですか。はい、こういうのから作っていくのも面白いですね。そうですね。うん、あとは、まあ、うちもどん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 リースに関してより、まあ、範囲とか規模感を広げていきたいなというふうに思ってはいるので、うん、まあ、そういう時に飾り映えがするような木にもなればなというふうに思ってます。あ、そうですか。リースをもう少し、今大宮のみですけど、うん、いろんな条件ありますけども、都内に広げていきたいなというふうには、思っておりますので、ちょっと少々お待ちいただけたらと。まずじゃあ苔を外しましょう。はい、苔を外すと大体幹の動きとか分かってくるかもしれない。これ再利用ってこと？苔は再利用。
はい、コケ取って。コケ取りました。で、はい、いよいよ外していきたいので針金を外します。これで外せるかなと思います。滑る。せーの、はいはい、はい、すいません。あ、普通に今まで欠品だったものとか増えたり商品増やしたりしましたので。はい、あ、欠品だったんですか。あのね、ステンレス系が欠品だったんですけど入荷しました。はい、セットがそれでさ出せなかったでしょ。あ、だから菊和さんのセットも全部置きました。なんでお買い求めください。これなんかいっぱい。ああ、それでも未消ってこと。いや、熱らす、ね、熱らのが置かれたんだ。そうそう、これが元の根っこなんですよ。その一部が根から出てる。お、いい曲がついてる。それあれ、うん、あ、曲じゃなくて枯れてた。結構分かれそうだね。そうですね、幹でつながってなければ。これこのまま根を生かしてさ作れば面白くなりそうだよね。寝伏せ的な、寝伏せ的なね。これは単純に外せると思うんですよ。外してもそんなに大丈夫ですか、うん、なんかね、もう取れちゃいそうだもんね、うん、太る、うん、おお、分かれた。これが太い幹のところ。これもこう別々になりそうだけどね。で、寄せ植えできるってことだ。うん。寄せでも単管にもできる。確かに。でも、どっちにするんですか。せっかくなら寄せたい。寄せてね。寄せ植えにしたらすごい。古いですね。ね、古いからいいお値段しそうだよね。うん、結構お安かったんでしょ、これ。うん。10倍ぐらいになるね。10倍いくかな。いかない？あ、で、いや、うん。いくかな。いくかもね。てか寄せ植えですね。お寺じゃないんだ。結構な時間が経ってる木だと思うので、うん、絡み合ってるですね、根っこがね。はい、雑木だから、まあ、結構切っちゃった。全然大丈夫です。大丈夫、まあ、元気だもんね、はい、大きいし。うん、2本目。これが主木？これが主木ですね。うん、流れ結構あるね。ありますね。じゃあこの鉢に植えていこうと思ってます。一回入れてみて、入れてみての構図出しというか、はい、押してみようかなと思います。一回ちょっと僕目線でいいですか。どうぞ。もうセンス、配置ですね。もう完全にセンスっていうかパズルみたいな感じですよね、うん、一回ちょっとこれらをもう少しほぐしてみよう。はい、元の方からさばいてきます。手間かかるけどいっぱい増えていいですね。うん数は増えたね。挿し木みたいなのもいっぱいあるし。
ちょっとそこの方の根っこを取りました。はい、でこれだけ根っこが横に広がっていれば全然 OK なので、はい、高さを抑えるために切りました。なるべく寄せ植えなのでそんなに高くはしたくないんですよね。うん、なるべく薄くやっていこうと思ってます。これが主木ですね、うん、これは切っちゃうでしょ。これ、はい、だいぶ低くなりましたね。はい、上がこの辺か。極端にでも寄らないですね、上の枝があれで、うん、上の枝も切っちゃってもいいかもしれないけど、今度飛び出てるところ いくつかあるのでそういうのを剪定しちゃいましょう。枝の剪定、枝の剪定とちょっと枝抜きですかね、はい、大きいところもあるのでそういうところを取ってあげます。まあ、今だと主木がこれなんですけど、この後ろの枝がすごく大きくなっちゃってるので、うんうんうん、この辺はもう太く松といっちゃっていいかなと思いますね。はい、というのを取っていきます。はい、よし。でこういうところ伸びてるところも輪郭に合わせて取っていきます。その際は二目でもいいですし、もう輪郭でざっとこう飛び出たところを取るんでもいいと思います。ただ葉っぱは残して切った方がいいですね。うん、変な歩き方してた。枯れてるのが多いですね。なのでそういうのも取ってあげましょう。なんとなくレイアウトできたので、こういう風にかければいいかなっていうのが今想像できました。針金をただ2本じゃなくて、うん、もう4本ぐらいおそらくやると思います。うん、何本か一緒にやって確実に動かないような感じでやりたいと思います。はい、それじゃないか。最初にちょっとゴロをします。はい、でこういうちょっと中が高いやつは周りにゴロを多くやってあげて水はけを良くしてあげましょう。内側よりこの外側に水が溜まりやすくなっちゃうので、うんうん、水が抜けやすくする感じですね。ちょっと細かい土めんどくさいから一気に言って編集がです。はい、じゃあまず早速主木、うん、流れの元になるやつですね。角度の調整ですか。そうですね、今ちょっと仮止めしたので。結構迷っていましたが決まりましたか。ちょっと決まりました。お渡しました。はい、ああ鼻水に苦戦しております。はい、土を足していきます。はい、止め方がね、寄せ植えは難しいですね。そうですね、もう少し細い木だったらそんなに、あとは根っこをしっかり取ってあげれば針金、ね、使わずにもできたんですけど、はい、こうちょっと落としちゃいますね、太いの。はい、枝がぶっかっちゃってるんですね。はい、それで OK は OK があります。こんな感じでできました。はい、
じゃあちょっと水やりをさーっとして桶を張っていきたいと思います。はい、はい、おおきれい。再利用します。これはここで切っちゃいましょうかね。切っちゃう、うん、はい、ここ切っちゃうか。これとこれ、はい、はい、完成しました。はい、白鳥芸寄せ植えになりましたね、うん、最初にあの様子から見て分かる通りなかなかこの姿があんまり想像できなかったかなとは思いますけど、実際やってみると、まあ、景色が出たのかなと思ってます、はい、ポイントとしましては最初の根さばきでしっかり根がしっかりほぐせたのがいい要因だったのかなと思ってまして、うん、ちょっといろいろひこばえとか、太い枯れた根っことかありましたけど、それを除いたこの5本で、大小を感じさせるそういうような景色ができたかなと思ってます。ポイントとしては主観をしっかり作ってあげたっていうのがポイントでして、うん、より親として存在感を出してあげたっていうのと、より流れを出してあげるために、はい、最初ちょっと左右に広げたような寄せ植えを持ってたんですけど、どっちかというともう完全に流してあげるような寄せ植えにしてあげました、はい、そしてあの風がより出たのかなと思ってます、うん、なんかあのボンビの舞妓みたいな感じですかね。舞妓、舞妓ちゃん、うん、これです。はい、はい、どっちかっていうと流れが出ているような寄せ植えかなって。そうですね、感じます。風を感じるような感じ、はい、でそこに佇むカンタ君人形2匹、そう、さっき落として手が折れたカンタ君人形たちもいると。まあ、本当に中に進みたくなるような情景ができたかなと思っておりますので、はい、またこれからは、枝作りですかね、うん、を意識していかないといけませんので、はい、頑張っていこうと思います。数千円売ってた木、最初の状態だと本当に安い素材ですよね。そうですね。でもこうやって今これだったらね、何万円って感じもしますよね。名前にできたかな、名前になってると思いますよ。でもちょっと遊びとしてこういうのやってみると鉢も高そうだな面白いかなと思いますので、はい、ぜひこういう素材あったらやってみてはいかがでしょうか。はい、はい、ちょっと花粉症で疲れてますね。ちょっとすいません、もうはいお大事に。すいません、はい、こんな感じで、終始テンション低かったし申し訳ないんですけど、はい、あのぜひ皆さんもこういうような寄せ直しですかね、うん、になるのかな、あのやってみてはいかがでしょうか、はいはい、この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。お願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、やばい